どうもニューヨークです。お願いします。はい。さあ今回は何でしょうか。今回は、はい、あの仲いい芸人さん、うん、はいはい、みんな好きじゃないですか。芸人さん仲いい、はいはい、コンビ仲がいいみたいなのが。うんうん、なのでよくあのツイッターとかで見かける、うん、ラインお互いの LINE のスクショをツイッターに上げて、うん、で1万いいねを目指そうと思います。ピンポイントやな。ああコンビ間のなんか、うん、そう やり取りがなんかたまに見るな、はい、なんかイメージあるよ。だツッコミかボケのなんかを上げてるイメージがある。西村がキョンのを上げてるイメージ上げてるね。俺のイメージはなんかキョンがうんちでネタ合わせ5分遅刻しますみたいな、うん、をなんかキョンが、あ西村がこう上げてるようなイメージがある、うんうん、なんか あるねあるな。ニューヨークってコンビ間でのそういったやり取り的なものって、うん、まあ一切ないじゃないですか。ないね、やり取りなんてあげたことない。その LINE のスクショなんてあげたことないです。その Twitter 上で一回もやり取りもしたことないです。あんなもようやろうと恥ずかしくて相方のなんかツイートを引用リツイートしてなんか突っ込むやつとかいるじゃないですか。もういいよとか、いやいや LINE でやれよ。いやいやいや、ダメよ、全然ダメよ、何今の今のテンション批判的やん、めっちゃ。いやだからそれをやらされるってことでしょ。お前それは恥ずかしいな。いやいや、だいぶそのテンションで言うと今、いじってる感じになるよ、そういう芸人。いや、いじってるっていうか、俺はその恥ずかしくてやらないタイプだから、それをだからやるってことでしょ。まあね、はい、で当然今じゃああるやつでやってツイッター上でやり取りも一回もしたことないですよ我々は。確かにな。こいつのツイート、お互いのツイートに一回も返したことないです。昔なんかあったかなそんな。でもしそんなのがあるんならもうそのままそのスクショでいいんですけれども、どうせないでしょ。ああそのなんかない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 、いい感じのちょっと面白くなってるようなやつはない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 。業務連絡でしょどうせ。うん、業務連絡、連絡しかない。もう言うと余裕で俺いけると思うよ1万。そのちょっとひねりゃ、ちょっとひねりゃ、しかもそう嘘っぽくないやつね、うん、どんなんだってそんなことしたことないんやから、あの天下のニューヨークがさ。そのあのマジで余裕でいけると思う。でまあ多分俺があげた方がいい。その嶋佐は絶対あげる感じせえへんから。でも確かむずっ。むずどういうのだろう、やり取りってなんか面白い方がいい。多分天然みたいな。あとその嘘くさくない方がいいから、その明らかに仲良すぎるやろみたいなのは絶対おかしいから。なんかもうナチュラルなってダメなのかな。今までないか、一回も一個もないか。それがないやろ。ああ、俺らのナチュラルな。いやねえよ、了解とかしかねえよ。お前俺やってんじゃんナチュラルで。何そしたらお前やっぱ強い。俺がね、うん、去年年末、うん、ちょっと寝坊して今起きたみたいな、うん、すぐ向かいますみたいな、うん、で何分に着くこいつが、俺は40分後ぐらい、うん、いやはっきりしたら教えてみたいな。で俺がここでやってんのよ。あと15分から打ち間違え20寸くらい分を寸に打ち間違えてるんですよ。あと15分から20寸くらいからって言ったら了解。突っ込まないと。間違ってるやん、分のすんに。お前も嫌やん、もうスクショしてドンじゃん。一見ナチュラルで。これは突っ込まんな。俺、例えば、もう西村だったらドンよ。なるほどな。お前、かわいい俺。単位の概念変わったってなよ。スクショしてドンじゃん、お前。いや。ダメなんだよ。お前さ、これかまいたちさん西村ってもうよだれドゥワーッ。いや痛すぎる。かまいたちさんとかに順番変わってもらってるからな、お前この遅刻で。俺かまいたちさんに順番変わってもらったのに、お前それをネタにして SNS 上げるなんてどいたいまでせえへんの。ジャルジャルさんとかお前あかんのなかなかの遅刻やったからこれ。どうやら相方の単位の概念が変わったらしいと。こと西村さんの。いや西村がお手本みたいになってるやん。いや、お手本だろ、いはい、じゃあこちら。こちらありました。まず、普通のツイートの文章が、キョンが今日もキョンです。
電車逆に乗ってしまって入り時間に大宮に着く。ごめん、リハ遅れます。西村、廃業。ごめん、宇都宮線も間違えた。とんでもない日だ。ごめん、次は東京って。東京で気づいてよ。やばい。これで終わりかな。終わりだ。でも別に、それに対して返してないですね、西村は。返してなくていいのか。このキョンが今日も今日ですでイチャイチャ感出してる。そうだね。でも基本そうなんだよね。あ、だから俺がその LINE 上でまでイチャつかんでいいのか。うん。ただまあ、あんまね、業務的な感じすぎるのも良くないと。確かに。だからイチャつきすぎると嘘くせえな。お前が今日は間違えてアッコにお任せだと思って TBS 行ったっての。あ、それ、あ、そうするじゃん。で、今日はアッコにお任せかと思って TBS 行っちゃったわ。うん。で、俺が、笑って許してくれるやろ、つって意味が悪い。任せられへんわ、お前やもん。この時間にツイートするのがちょっと変やけどな。なんか、志麻さんのうっかりというか、ちょっとこう、面白ミスをなんか屋敷がちょっといじるぐらいの感じの方がなんかいい気もするよね。一番リアルな打ち間違いとかね、さっきの、うん、まあ、ちょっと遅れマッスルみたいな、なんかあるね。予測変化出ちゃったね。遅れマッスルみたいなんで、なんか遅れマスなんとかやったら、うん、なるほどね。マスカットみたいな、うん、ちょっと遅れマスカット、遅れマスカットに対して俺がなんか、うん、なるべく急いで下さい、なんか果物みたいな、なんか、あ、いいんじゃない、ちょっと遅れマスカット、了解し、うん、なしたりなしの感じ入れて、で、ツイートで、一応果物で返しといたけど、なんか、みたいな。一応果物で返しただけでいいんじゃない、きつい。俺は1万いきます。1万です、ちょうど。いや、3万いかないです。絶対行かない、3万。絶対に行かない。てか、1万行かないちゃうかな、あれ。あれ、行かない、行かなかったらネタバラシなしだよ、もう。いや、ただ恥ずかしい。それはきつい。それはマジできつい。本当に4000とかで終わって。送るよ。あ、送ってる。いいよ。嶋佐が遅刻しとるくせに果物を、そこだね、うん、嶋佐が遅刻しとるくせに果物入れてきたから一応俺も果物入れといたが一番まあシンプル、うん、ひねるかもうちょいで、フルーツ、これがフルーツサンドってか。ニューヨークフルーツサンドの出来上がりってか。フルーツサンドしといた、違うな。サンドはしてないもんな、別に返しやもんな、ただフルーツ返ししといたりしときますか、うん、嶋佐が遅刻しとるくせにフルーツ入れてきたから。きつい、マジきつい。嶋佐がガーとか嫌やねんな。嶋佐がきつい。嶋佐ガーがないと、でも嶋佐って分からへんもんな。でも嶋佐しょうがねえよ。でも嶋佐ガーが大事なんだよ。そうだね、俺がよくやるな、みんな。疲れるわ、はず。嶋佐が遅刻しとるくせにフルーツ入れてきたから、俺もフルーツ返ししといたの。やばい。いや、マジで嫌なんだけど、やめろ。きついんだけど、こんなことつぶやくやつ。でも、もう絶対に食えるよ、もうこれは、うん、もう恐ろしいわ。なんかコカインするときってこんな感じかもな。やばいわ。手出してしまった。怖えわ。怖え、今。いや、でも、化けるか、そろそろ。これはもう本当にバズるからね。いや、本当に。1万いく。これ1万いかんかったら本当きついわ。ヤフーニュースにもなってほしいくらい。ヤフーニュースにはならんでしょ。なんで。ニューヨーク事件性がなさすぎる。ニューヨーク、いや、ニューヨーク仲がいいではならないですよ、さすがに。そのおぼんこぼん師匠とかって分かるけど。じゃあこれは
ついわマジ嫌なんだけど、これきついわ、やめる、気持ち悪くなってくる、なんかお願いします行くぞ、じゃあもう行く、ね、行くんか、何なんて入れたの結局。島津が遅刻しとるくせにフルーツ入れてきたから俺もフルーツ返ししといた。うわ、俺も一応フルーツ入れといた。うん、フルーツ入れといた。ああそうやな、もう どうでもいいけどななるべくなるべく、なんかなこれはきついねちょっと待って、この動画いつ上げるの。2末はやばいよ2末はやばいよ、今2始めないのいやいや、俺普通にいじられるやん、楽屋とかで下手したら。てかいじられへんやん、いじられへんのが嫌やねん普通に。そう、だって誰もいじらないじゃん、そういう人。誰もいじらないよ。でも、あ、屋敷そっちのツイートしたってなるよ。うん、みんなうわってなる。で、二末の時のそんな動画なんて別に芸人見ねえし。見ない。二中にあげてやるよ。いや、二中だろうが、これやばいね、これきついわそこ気づいたか、俺さっきごまかしたのな、これアルゼンドとか言って気づいたんだ。でも逆にわけわかんないだろうけどね、今見てる人何をこんなに嫌がってる。確かに、だから何も共感できるのじゃないと。おっしゃいいやん。そう、なんでこんなに嫌なのって思ってると思うんですけど嫌なんですよねそれはしょうがないよ。そのこれはね、分かってもらえないかもしれないですけど、もう本当にだからカレー嫌いな人がね、カレー食えって言われてなんで食われへんねみたいなことやな、うん、みたいなこときついんですよ。生理的なもんやからしょうがないよ。うわ、きついかもな違う企画やろうか。シガさんの相方でもきついんだよ。いや、きついな。いや、きついねいや、マジで俺も嶋佐がやるでもきついぞそこはな、ニューヨークなんて、要はニューヨークのせいじゃないですか、これはもうやめた何だろうこれ、いっちまうんか。いや本当になんか無理なんだよな俺らはそういうことするのこれでもさ、もう意味ないから、その何も分からんねんから、普通の人からしたら何も分かんないていうか、その分からんもんやしな、こんなの。でももう押すしかねえわ、押すわ。うわ、押してるこいつやばっ押したわ。投稿しましたか。確認しよう。きつ、確認したくねえよ。え、これどっちにしろ嫌やな、バズってもバズなんでも。これでつぶやく人がいっぱいおるからね、屋敷さん、島田さん、私たちにも悪いし。そうやねん、島田さんかわいいだ珍しいニューヨークがこんなのとか、これはやばいね。なんかその他の人が絡んでくる可能性もあるしね、その芸能人の人とか。なんで切っても何も言えないしな。何にも言えない、もうこれはやばいかもしれないなんかいろんな人に切られるんじゃない大丈夫だよ。まあ見てねえよ意外と、うん、そんなツイート何この空気ドンマイドンマイみたいな空気いやいや気にすんなんじゃないよ俺やらかしたやつみたいになってるよ俺が。マジでやらかしてるけど大丈夫そんな誰も見てないな。これはきついね、これはきつい。じゃあまあ後で、では結果見ましょう。はいはいはい。さあということで、私14時7分にツイートいたしまして、はい、で今19時42分だから5時間半ぐらい経ったのかな。はい、結果、1118リツイート、おお、187件、引用リツイート、うん、いいね数そんな持ってるな、 1.4 万おおめちゃめちゃいったやんもう消していいこれ、これダメです。ネットニュースになったからえ、そう、はい、マジ調べ、あ、調べさん悪いじゃん、ほらそのな、
やり取りがその中の良さに反響が集まった。ちょっと悪いじゃん、調べさん。調べ動かしてもうてるやん。これはまずいな。まずいよ、どうすんねん、これ消していい？もうそれは良くないよな。ちょっと俺がミスって1月16日の日になってもらったんですよね、手違いで、うん、俺が前の、あの、あれ消したりしてごちゃごちゃしてたら若干だからそれで怪しさは出てる。そうよく見たらなんで1月16日のやり取り今さら上げてんねんはちょっと目つぶってもらって、うん、でも 1.4 俺でも 1.4 行ったわ。っちゃったし、もう最悪よ。まっすぐ信じてくれてる人もおるしね。申し訳ない。これはその我々の感じを。でもそのいないもん、そのこういうツイッター企画やるたびにさ、どうせ企画でしょみたいな、うん、もう毎回言われるじゃない。でもやっぱ最近やってなかったからか、そのちょっとまっすぐ受け取ってる人が多いね。これは良くないよ、本当に。企画でした、本当に。すいません。キモみたいな人はいないですか？キモみたいな人はわざわざ言わない。心の中で思ってるから。それが嫌なんですよ。これに、だから引用リツイートしますわ。俺、あの、YouTube のアップロード。あ、時に、ね。URL を。の時にね。うん。そう。でもこれがね、こんなネットニュースになるなんて、本当もう、ちょっと嬉しいというか感動ですよ、こちらも。まあね。その今まで散々やってきてましたからね。まあでも確かに今までこういうのでさ、歌詞にも棒にもかからなかったよ、俺ら。ちょっとだから、ね、何回やってきた今まで1万いいね。え、何気に初じゃないですか、ちゃんとこんな万いったの。うん、今まで何した？誤爆ツイート。誤爆ツイート、誤爆ツイート。あれはバズったっけ？バズってるな。チンゲ見てる。俺がチンゲ見てるのは聞けた。あとあのギャラフェ質問箱とかね、うーん、やったし、いろいろやりました、ね、なんで俺縦読みとかやってきてるんですよ。縦読みやってた。初めてまあバズったってことに関してはいいか、うん、一発ね。まあ本当に名前練習して出すから。チはなんだ。いや、きついよお前、マジきついよお前。寒い。いや、お前もやで、ね、でも。真っ黒な。寒いやつに、ね、なんだ。お前もこれ、いいねだけ押せ、今。絶対嫌。誰も、絶対嫌。タトゥー入れてくれ、お前も。俺だけ変なタトゥー入ったからよ。もう外してくれよ。俺、フォローしない。フォロー外してくれ。俺も外すから。今フォロー外したら意味不明から。なんかどう思われたいねん。今俺がフォロー外したらなんかガチだと思われる。確かにコンビの方向バラバラになった感じするよ。お前が俺のこれに嫌気さしてお前だけ助かろうとしてるよ。外すわ、外すな、お前、お前だけ助かるやんけ。きつい、マジでこんなツイートされたらたまっとるじゃねえ。マジできつい。まあいいか、俺らだけなんかな、ツイッター上で絡んでくんな。絶対に俺が何をつぶやいている。その時は近い。いやいや、狂気に絡まないよ。絡んだことねえやん俺。怖えよ。第2弾はじゃあやろうか。ツイッター上で絡んだらどうなるかやろうかな。いや、いいっす。これより弱いし。あ、やろうか。とりあえず1回絡んでもらっていい？俺ハイペースすぎて。はとか言って。歯が一番きつい、それに対しての。メモリーツイート、相方のツイッター上の歯、きつい。あー、まずいね。きついね。でももうこんなこと言うとるのも古いんやろけどな。まあいいか。はい、ということで、皆さんすいません、いいね押してくれた方ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。